じゃあここ本当のレジェンドだよマジで。いやこれ本当に出たのがやばい。ついにね、ローランド。シーリングのレジェンドが。レジェンドが愛知県のシーリングだ。めちゃくちゃ有名な人。一回辞めたのそれ。辞めた時に何？大学なんか行ったのっけ？もうちょっと。シーリングってやっぱ塗装屋だから、まあ、正直いい加減になるじゃん。それじゃダメだと。本当に塗り替え道場のここから大きくしていくんなら、シーリングはマジで命だよ。ベトナム人修正のシーリングの班はちょうど用するし、ね。覚えが早いです。やっぱり気持ちが前向きなんで。うん、日本人の子で、やる気のすごいある子は早いですけど。ちょっと今日風が強いんで、ちょっと私髪の毛が。風が強くて髪の毛が俺と同じなの。カツラなの。カツラ違うね。この中少ない。アデラスデニー。はい、視聴者の皆さん、今日はですね、ちょっとあれですね、ついにベールを脱ぐね、リーフィー。シーリングのレジェンドが。レジェンドが登場します。本当にもううち10年以上。私が入った時からいらっしゃったので。うん、そうだね。うちって営業よりも職人さんは。10人選手めちゃくちゃおるもんね。ただみんな動画に出たからんという。そうなんです。このレジェンドを今日撮影許可もらってないけど絶対顔も出すな。名前、あ、もう車に乗ってるじゃん。いや、びっくりした。車に乗ってるじゃん。いや、これはね、ほんまもんの視聴者の皆さん、これはほんまもんのレジェンドで、この人めちゃくちゃシーリング界では、愛知県のシーリング界ではめちゃくちゃ有名な人だ。でもう本当に大きい5人10人やってる人みんな知っとんわ。お疲れ様です。多分声聞いただけでも分かる人多いよね。モザイクかかるでいいですよ。これ後ろ向き言ってください。ああ、じゃあこういう風に喋ろうか。で、なんか一回辞めたんですよ。辞めた時に何、大学なんか行ったのっけ。勉強する。もうちょっと中入りましょう。ちょっと俺も緊張するよ、このレジェンドだと。モザイクかかるで。何の勉強でしたっけ。投資。投資の勉強だよ。投資。でもともとなんか会社をやったね。何十人も使ったんでしょ、シーリング職人。そうです。コーキング。あ、ちょっと待ってください。失礼します。失礼します。失礼します。レジェンド。で、投資の勉強で1年、2年休んだんですか。半年ですね。で、また戻ってきてくれて、そうですね。まあ、今バイトみたいな感じでしょ。バイトっていうか、毎日やってないでしょ。毎日やってますよ、今。あ、そうなの。なんか10日間ぐらい。仕事が、最初10日ぐらいだけって言って、うん、親方に。うん、あ、いやいや、珍獣ね。珍獣が親方って言ったけど、すごい人だからね、この人、マジで、視聴者皆さん。なるほど、もう、もううちの1店舗で売り上げ、そうですね。1億もないぐらいというから。そうですね。で、俺はもともと、シーリングとか、まあ、外注使っとって、やっぱシーリングって、やっぱ塗装屋だから、まあ、正直いい加減になるじゃん。5万円資金みたいなね。5万円だけ払うで、手間で、ちょっと、まあ、大事な部分だけきちっとやっといて、で、それもセンスが出るんだって。ね、職人さんで、ね、5万円で、やっぱ、ここは危ないよっていうところをやったり、一応最初そんな感じで受けてもらったんじゃないですか。そうですね。ね、はい。だけど結局一式で。ね、でその結局それじゃダメだと。で、やっぱ本当に塗り替え道場のここから大きくしていくんなら、シーリングがマジで命だよ。本当に俺はもう何十社で2、3人とか一人親方とか、え、ってこの人働いてんの？この人この業界でやばい人だよって。もうそうですよね。まあまあ自信ありますよね。俺の名前は。まあまあ。俺は同世代ぐらいの、40代、50代ぐらいの、ね。大体、まあまあ、大体の人は知ってる。知ってるよね、この人はね。多分見てた人で、この声だけでも。は、まあ、多分わかると思います。あーって顔映しちゃうな、このご利益ある顔してるやん。ねえ。入った時に聞きましたもん、CM 協会では。そうそう。みんな言うよね。で、俺はもう、ほんと最初結構いい加減だったんですけど、うちも。ね、手間受けで、まあ、正直そうじゃん、限られた予算の中で。そうですね。ね、商売だもんで、やっぱ100万円の工事して120万円のことやる銀じゃんでしょ。だけど変わったよね。でも本当にポイントが入ってからそういう風に方針が変わってたよね、会社も、うん、今じゃもうやりすぎじゃねえっていうぐらいやってるけどね。この年はいないでしょ、マジで。まあそうですね、いなくないですか、本当に、はいはい、こんなことやれないですよね。でこれだけのチーム持っとるもんね、実習生を上手に使って、高い人と安い人が組になって、2人になって、戸建てでも、本当、4人とか3、4人かけとるでしょ。かかってますね。でしょ。で、俺はお客さんになって15万ぐらいしか取らんかったら、まあ、正直合わんじゃん。そうですね、まあこれでやれるけど、自分とか自社で社員でやっとるで、やれとるっていうのは。それが強みなんでしょうね。そうですよね。はい、実習生も、ね、ようやく動くしね。でレジェンド膝壊しとるけど。じゃあここ本当のレジェンドだよ、マジで。いや、これ本当に出たのがやばいよ。もう本当に嫌だ、無理って言ってたから。
ちゃんとそのなんか今日尻の話をしちゃったんですよ、はい、なんかあの人のおかげでなんかすごい勉強で何て言った何を喋っとったんだいつも見積もりってなんかその分からない構造とか難しいシールとかあるといつも写真送って、うん、これって触っていいのとか打ち替えていいのとかどうしたらいいんですかっていつも聞いてました。あ、例えば最近に行ったら何聞いたの。最近だと今日だとあのお家でガスケットですね。ガスケットでガスケットやらんでいいでしょ。ガスケットやらなくてもいいんですけど、その小口がちょっとコーキングが切れてたように見えてたんですよね、写真的に。はい、それがガスケットが切れてるのか、でもガスケットが切れてるような雰囲気じゃなかったんですよ。多分写真見て2回目の改修工事だったんで、多分前回の業者さんがガスケットの上をコーキングを打ってるような雰囲気だったんですよね。それで打ち替えた方がいいかと、それでまあ、ね、針をついて確認してくださいとか。これよくあるんだよね、本当に。また回収で一回変な業者が入ってあります。1回目の回収工事がちょっと変なとこだったらもう2回目の工事が大変ですよ ね。コーキングでもボンドブレーカーがあるんですけど、ボンドブレーカーも爪、うん、抜けたやつ、掃除みたいなやつでしょ。そうです、うん、ハットジョイナーって入ってるんですけど、はい、サイディングは、はい、それにコーキングが3面接着しないようにビニールがついてあるんですけど、はいはい、それが撤去した時にめくれてくるんですよね。なんかそれよね、やっぱりさすがっすね。その本当すごい結構の規模だったでしょ、もともと自分で。そうです、それで投資やってるな。ちょっとだけ勉強、勉強を半年生きてすごいよね。お金払ってるでしょ。お金払っていきました。やっぱ成功する人ってそういうだよね。勉強したいと。勉強したいです。やりたい、はい、自分の中で5年とか、うん、5年後にこうなっておきたいなとか。あ、今でもある。ありますよ。ずっとやあります。もともと55歳で辞めるって。そうですね。これちょっと塗り替え道場チャンネルじゃねえわ、もう。バカでふざけた。このレジェンドが出たとはね、ついに許可を出したとは。まあまあやっとるよね。じゃあ本当にもう。シーリングはだ。いや、本当にそうだよね。この十何年を支えてきたって言っても、まあ、過言じゃないよね。まあ、もちろんあれね、山口っていうのは親方って言ってみるけど、あいつがね、珍獣ちゃんが勢いとね、そうですね、わーっと怒ったりね。頼む実習生のシーリングの班は、やっぱ仕事よくするし、ね、仕事よくするし、ベトナムの子、真面目で、前向きですよね。うん、ああ、そうだね。はい、ね、で覚えが早いです。やっぱり気持ちが前向きなんで、気持ちが違いますよね。日本人の子の若い子たちと、うん、そのベトナムの子たちの若い気持ちのその思い入れが違うじゃないですか。日本人でヒーローはもらわなかんかみたいな、トビとかね、よう若い子来るけど、なんか一日来たらみたいな感じだもんね。やりたくねえけど、だから覚えがどうしても遅いんですよ、そういう子は。やっぱり自分が気持ち持って、うん、早く覚えたいっていう子は本当に早いです。コーキングでも覚えるのは。それでも日本人よりベトナム人は早いと思います。それは日本人の子でやる気のすごいある子は早いですけど、すぐ辞めます。辞めるっていうか覚えて独立していき、なんか若い時に教えとったってことは、やっぱ俺らのちょっと下ぐらいの10個ぐらい下のまだ結構職人魂みたいなゆとりみたいな感じじゃないですか。そうですね。それでも全然全然、あ、今のベトナム人の方が覚え早いと思います。本当俺らじゃ結構さ、あんまりゆとりみたいな感じじゃないかな。そうですね、厳しい時代でしたから ね殴られたわけね。そうですね。でもこうやってるのに雇ってるんです。足大丈夫ですか。足は大丈夫です。でだいぶ悪いでしょ。悪いのは悪いです。膝が10日間ぐらいちょろちょろと出たいみたいな。でもともとは言ってたんですよ、うん。なんで結局山口が忙しいんでちょっと出てくる。いや、わかんないですけど工程がびっちり入ってるんで。私は連れてない。私は連れてないです。連れてくるよね。まあ、向こうまで行くの。今親方がこれから新しい現場が始まるんで、そっちが忙しくなるから、多分工程が詰まってきてるんだと思いますけどね。すごいね、親方っていうのがね。20個も30個も、なんかいい日々ですね。20歳、いや20個したらさ、自分の経験しとるんだけどね、一応あいつが今俺の親方でって言って親方って継承を込めて言うわけじゃん。その珍獣のことをね、あんな話そうそうそう、だからあいつも頼みやすいだろうしね。そういうのってすごいいいことだよね。それをなんか、まだあの子まだまだだけどさ、そういう風で
ね、そういう接し方しょったらやっぱうまくいかんじゃん。はい、いいよって山口君に任せるよみたいな感じなわけだよね。多分そうです。あんたが親方なんかあんたが決めいいんだよみたいな。はい、よしよし皆さん、はい、これは本当にでもシーリングの家を作ったんで、でここが売りだよね、うちはだと思います。でじゃないですか、はい、もう本当に外は絶対にやれんことをやっとるから、最終的にこんだけなかなかないと思いますよ、ね、下手したら塗装職人がね一遍に2日ぐらいかけて、はい、はい、こちらになります。せーの、また見てでも何営業とかでさ見積もりの時にそういう話するの、シールの話とか。あ、シールは結構、うん、あの喋れますよ。さっき社長言われたように、うん、塗装職人さんが一緒にやるとこありますよとか、うん、多いですもんね。多いですね、まあ、そうしかできないよね多分、価格で多分そうだと思います。変な言い方は、まあ、安かろう悪かろうだになる。受け取られてもお客さんもあるよね。そうですね、そうです、そうですね。これはしかもさ、自分のところでやっとるから材料持って、そうですね、そこもコスト、ここでも利益取れるじゃん、ある程度俺らは。だけどなかなか、じゃあ塗装屋で月10件20件やっとるぐらいじゃ自分たち足場舞台持てんじゃん。一般の人って俺ら建設業なんか誰でもやれるでしょみたいな感じだけど、やっぱね、5年10年やったやつがやっぱこれやるから3人4人でね終わってくるとかさ、多分そういうのどうでしょう。塗装屋なんか5万円でやっといてみたいな、うん、あるでしょ多分。そう、多分そうやと思います。昔から多いでしょ、そういう塗装屋さんって。まあ多いですけど、やらないですから私、そのあの受けないです。すいませんさすが先生さすがでしたやるんだったらきっちりやりたいんで、ね、塗り替え道場にとっては大きいターニングポイントだよね。はい、皆さんさよなら。さよなら。Yeah.